元プロ野球選手の原辰徳さん。読売巨人軍で活躍し、引退後は監督として手腕を振るいました。また2009年の WBC では日本代表の監督も務めています。そんな原辰徳さんですが、現役中そして引退後も何かとスキャンダルがつきまとっています。そこで今回は原辰徳さんの野球人生を振り返りながら、過去の事件などについてその真相に迫っていきたいと思います。誕生日は1958年7月22日、福岡県大牟田市で生まれました。幼少期を福岡県で過ごした原さんは、父親が東海大学附属相模高等学校の野球部監督に就任したことをきっかけに、小学2年生の時に神奈川県へ転居。その後、自身も父親が野球部監督を務める東海大相模高校へ進学します。なんと、1年生の時からレギュラーで活躍。夏の甲子園に3年連続で出場を果たし、その際には地区予選にもかかわらず会場の川崎球場が満員になるほどの人気だったそうです。そんな原フィーバーを起こすほど活躍した原さんですが、高校卒業後にはプロ入りはせず東海大学へ進学。もちろんそこでも野球は続けて、ベストイレブンを7度獲得、打撃三冠王を2度獲得。また4年生の時には1試合で3本のホームランを打つなど、長嶋茂雄の再来と言われるまでに成長をしました。そして1980年ドラフト会議で4球団の競合の末、見事読売ジャイアンツが交渉権を獲得、入団プロ入りを果たすことになりました。この時原さんの背番号は8番でしたが、長嶋茂雄さんからできることなら自分の3番を譲りたいと言われたんだとか。ただ3番は永久欠番になっているため、その願いは叶いませんでした。大物新人としてたくさんの期待を背負っていた原辰徳さん、プロデビュー後はすぐに人気選手となって、試合だけじゃなくテレビ CM にも多数起用されるように。その数なんと7社。いかに注目を集めていたのかが分かりますよね。巨人軍の主力選手として長年活躍した原さんは1995年に現役を引退。引退発表後の試合では、巨人軍のファンだけじゃなく他球団のファンからも惜しみない拍手声援が送られました。引退後しばらくは野球解説者として活動を続けていた原さん。その後1999年に長嶋茂雄監督のもとコーチとして巨人軍へ復帰することに。そして2001年から勇退した長嶋茂雄さんの後を継いで巨人軍の監督に就任しました。監督時代にはジャイアンツ愛を連呼し、通算7度の優勝、4度のクライマックスシリーズ優勝、3度の日本一という輝かしい成績を残して2015年に監督を退任しました。野球界に多大な功績を残した原辰徳さん、支えてきた奥さんは一体どんな方なのか、とても気になるところですよね。原さんが結婚したのは現役時代の1986年。お相手は松本明子さんという女性で、原さんより6歳年上の姉さん女房です。2人が知り合ったのは原さんがまだ20歳の大学生の頃。明子さんは大学時代の友人のお姉さんなんだとか。結婚式を挙げた際の当時の週刊誌には、2人は8年間の愛を実らせての挙式と純愛ともいえる記載がされていましたが、実は不倫や略奪婚などというよからぬ噂が流れていたのです。実は2人は8年間ずっとお付き合いしていたわけでなく、一度破局をしています。大学時代から交際し結婚も約束する仲でしたが、野球の師匠でもある父親がこの結婚に猛反対。逆らうことができなかった原さんはこの時に明子さんとお別れすることになってしまいました。昇進の明子さんは寂しさを紛らわすためか、すぐに他の男性と結婚。原さんはといえば、最愛の彼女と別れた影響なのか、本業の野球でなかなか良い結果を出せずにいました。大型ルーキーのスランプをマスコミはこぞって叩きまくりました。心身ともに追い込まれてしまった原さん、そんな時偶然にも明子さんと再会。まだ離婚はしていない時期だったのではということで、不倫や略奪婚と囁かれることになったようです。
ただ明子さんは結婚から2年後には離婚しており、その後に原さんと復縁しているので、どうやら略奪婚というわけではないと思われます。一度は父親の猛反対に遭い別れを決断した原さんですが、今度こそはと結婚を押し切ったそうです。二人の本当の愛が感じられるエピソードですね。大恋愛に末ゴールインした二人の間に1988年待望の第一子が誕生。男の子だったこともあり、おそらく原さんは野球をやらせる気満々だったはず。ところが父親である原さんの才能は遺伝しなかったらしく、残念ながら早々にリタイアしています。一人息子の義弘さん、お坊ちゃま育ちの彼はまるで絵に描いたようなドラ息子だったそう。大学は中退。当時のお小遣いは月に数百万とも言われていて、派手に遊び回っていたようです。原氏から渡されたとみられるカードを使って六本木など夜の街で豪遊を繰り広げていたそうです。若手アイドルのパトロンのようなこともしており、大勢の芸能人とつるんでいたとか。ある関係者は週刊誌の取材にこう答えています。いわゆるパリピというやつですね。原さんの息子さんとは思えない行動です。夜の街で知らない人はいないというほどすっかり有名になった義弘さん、やりたい放題しているその様子についに警察から目をつけられることに。それが薬物疑惑です。週刊朝日芸能によると、厚生労働省の麻薬取締部が A 氏に接触し家宅捜索や尿検査を行っていたという。しかし結果は白で、自宅からは薬物使用の証拠となるような押収物も見つからなかったそうだ。 A 氏というのが義弘さんのことです。家宅捜査や尿検査までやっていたとなると、かなり怪しまれていたということでしょうね。ただこの時は証拠もなく結果も白だったので、もちろん逮捕されることなく無罪放免となっています。ここで気になるのが、夜の街で派手に遊んでいたとはいえ、なぜ捜査の対象になったのかということ。その理由として、2015年にコカイン所持容疑で逮捕されたタレントの高部愛さんと交友関係にあったことが挙げられます。親しい友人が逮捕されたとなれば、当然疑いの目が向けられてしまいますよね。原氏の息子は赤西仁や錦戸亮などを中心とした不良芸能人集団赤西軍団の一員です。金づるとしてメンバー入りしたという情報もありますが、クラブのVIPルームを占拠していたとなれば、そこに出入りしていた高部と知り合う可能性は高い。成金風情の人物に薬売りが群がるのはよくある話。高部のコカインルート候補に入ってもおかしくはないですよ。ある関係者はこう語っています。そんな真っ黒な噂があった義弘さん、2015年に創作フレンチ料理のお店麻布十番よしをオープンさせています。さすがに夜遊びは卒業したのか、現在では真面目に働いている様子です。そして2015年に監督を引退した原辰徳さんですが、2016年に読売ジャイアンツの特別顧問に就任。同年12月には読売ジャイアンツの OB 会幹事に就任しています。引退当初は今後は野球解説などの仕事はしないと語っていましたが、2017年からは再び野球解説者として活動をしています。そしてプライベートでは趣味のゴルフを満喫しているようです。現役時代から、そして引退後もたくさんの人に愛され続けてきた原辰徳さん、その数々の功績はこれからも野球のファンの中で語り継がれていくことでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。